石焼き芋じゃないよ石焼き芋これさっきご紹介あった焼き芋だったの一人でございます。焼き芋じゃなかった、お芋のプリンです。お芋のプリン、はい、もさ、もらうために座ってください。そう、でもお芋専門店だからさ、はい、なあ、離れないの？はずげると思うよね。お芋のチーズケーキとかもあるからまた後でね、楽しみに。さあ、皆さん私も食べたい、なんてこと、買ってきてあげればよかった。よく見てる、よく見てますね。お芋のプリン、顔が険しくなっちゃったから。みんな見ないって書いてある。芋プリン、さあ下の部分がね、お芋になってますね。朝さん久しぶりだね。お芋のプリン久しぶりです。やすこさんはお芋のプリンは食べたことない？あら、じゃあ楽しみですね。あ、私ちょっと待って、じゃあいい顔するから。はい、私はお芋のプリンだよ。いただきます。はい、どうぞ。よかった。はい、どうぞ。いただきます。さあ、こちら江南組ですが、江南のお店どこにあるの？ただ磯さん家の近くですよ。そう、あらま、知らなかった。ね、ぜひぜひ。まだね、焼き芋は売ってなかったのでね、プリンにしました。おいしい。あ、よかったです。下の方がお芋のジャムみたいになってます。うん、下がそう。よくね、下の方までグリッと。よかったよかった。下が芋だった。ね、今度また別なお芋のねやつも買ってきましょう。初めてだから。あ、よかった。どこら辺にあるの？どこら辺、高津江南クリニックとかあるの？江南稲毛屋とかあるところよりも大橋寄りなんだよね、ちょっとね。でももしかしたら峰子さんにちゃんと場所言ったら分かるかもしれない。ゼリア新薬とかあっちの方ね、よりも1本入るんだけど、でも分かるかもしれない。詳しい場所が知りたい方は後で車も呼びたいし、車に乗ってください。車でないと行けない。あ、そうだね。バスでも行けるやん。あ、でバスあるね。あ、巡航機の方だから。あ、そうだね。大沼公園行きとかでいいよ。聞いてもわかんない。